スカーフをヘッドスカーフとして使った例イメージがこの形は日本では方かぶりと呼ばれる顔の前面以外の頭部全体を布で覆いその布を顎の下で結ぶヘッドスカーフをした女性画像はサイレント映画時代の大女優バヨラダナの1920年頃のポートレートスカーフとは主に女性が装飾用に身につける面朝 絹ポリエステルウールでできた正方形の薄手の布のこと。主に頭を折ったり首に巻いたりして使う。なお、装飾や保温などを目的として首の巻く布としてはカーチフから派生したネッカチーフがあり、文化的にも言語学的にもスカーフとは発生の経緯が異なる。ネッカチーフは首に巻くことを前提にしているが、スカーフを首に巻くのは用途の一つでしかない。 日本では神奈川県横浜市の横浜スカーフが生産量の80%を占めている。横浜では受注生産方式が主流であり、約350の関連業者による分業システムとなっている。脱線技術に優れた横浜の製品は欧米からの多量の受注により地場産業としての発展を遂げた。しかし、1970年代に入ると事業は、 衰退した。統計で言えば、1971年に生産額の約70%を輸出していたのが、1979年には約40%まで減衰している。セーラー服は胸元に布をつけており、これはタイともスカーフとも呼ばれている。元々は水兵が手拭いとして用いるためのものとされているが、生徒が着用するものでは装飾用となっている。 ヒジャブはムスリムの女性が頭を包み隠すために用いる布であるがスカーフと呼ぶ場合がある。ありがとうございます。